はいどうも、年貢シューターと申します。今回も三国志波動やってまいります。今回はですね、バフの上限、いわゆるキャップですね。これ何種類かありますよね。攻撃だったり防御だったり知力だったり耐物などなどございますが、これの一つ一つをですね、検証してみようと思います。それでは今日もよろしくお願いいたします。バフについてですね、こういうツイートがございまして、今巷の噂となっております。バフの上限について非公認ではありますが、以下ぐらいになるみたいです。攻撃200、回心力200、耐物500、攻撃速度150、知力 300%。 これ全部をちょっと1回でやるのはなかなか難しいので、何回かに分けるかもしれませんが、キャップを調べるシリーズとしてですね、何回かに分けてやると思いますので、よろしくお願いします。まず耐物特攻からいきましょう。キャップ500と言われているところいくつなのか探ってみたいと思います。まず首相はですね、光潤にします。光潤発動した時点で 300%、 もうこれで 300% 乗るんで結構簡単かなと思いますね、検証は。そして周遊 100% ですね。連鎖しただけで 400%。 さらに董卓が女子が4人いるんで 200% ですね。これはね、400+200なので600ですね。そして周遊が入んなければ500ちょうど。これを調べるというところ、このバッファーのいない薄いとこ、ここ狙って入らなきゃいけないんでね、この検証大変ですよこれ。まあこれ公金利用しない方がね、いいまでありますね、普通にね。サンプル取りやすいですけど失敗も多い。危なかったですね、ちょっと計算間違えるところでした。ですね、光潤の攻撃はその時だけ、先方攻撃だけ耐物特攻を300上げるので、通常攻撃にはかからないですね。しかし周囲はですね、知力と耐物特攻100上昇させるんですね。これは継続的に上昇させる。このように耐物特攻変化が10秒、こんな感じですね。肝心鋭は追加効果ないんで、間違えるところでしたね。なので先方攻撃だけ変化があるかどうかですね。で董卓も耐物特攻変化15秒。董卓長いな、やっぱ董卓バッファーなんでしょうね、こう見るとね。ブツブツ言うとりますが、この戦闘ログで行ってみましょう。そしてバフの、そして横バフのないところ、聴覚要塞、これですね。まず耐物特攻変化、負傷兵が460回復、これは3円ですね。董卓隊に3円がおります。で董卓 200% で、光潤がここで先方なので 500% ですね。 500% のダメージ4622、これが周囲が連携した時に、連鎖した時に 600% になるんですけども、上がるかどうかなんですね。でここで董卓耐物特攻先方ですね、出しました。周遊来ました、周遊出しまして、知力耐物特攻変化100ですね。この時点で300で、光潤が先方発動600、ダメージ4500、これはもう乗ってないでしょう。500でキャップと見てよろしい。まあ400はちょっと分かんないですけど、まあ何にしろ500と600は変わらないよということですね。光潤とか SSR 周囲ね、結構持っても全然変わらないっていうのは、500でキャップが来てたというところですね。まあ400かどうかは分からないですけどね。やりますか、400。はい。それではですね、いやいや董卓隊に変なおじさんたちですね、入れまして、これで耐物特攻は100、董卓のみ。100で光潤300、合わせて400。周囲が連鎖して500ですね。これで400と500の差が見えるというところですね。あとは公金のいい場所取りですね。はい、では400と500の間差があるかですね。耐物特攻は100です。そして光潤300、これで400。
ダメージが4056。さっき4600ぐらい言ってましたよね。まあ同じ要塞じゃないので、ちゃんとね、ちゃんとログ見ていきますけども。周囲が出るやつを探していきましょう。これ出ましたね。まずここ、大仏特攻。トータク入りまして。で、周囲先方。からの高順4400。上がりましたね。明らかに400上がりました。さすがに400の振れ幅はないと思いますけど、もう一個ありますね。大仏特攻かかりまして、周遊工順やっぱり4600ですね。他のかかってないのを見るともう4000切ってますね。おそらく兵がもう4800しかないんで、ちょっと下がってきてるんでしょうか。そうですね、3800なので、400と500の間にキャップはない。500と600の間キャップがあると。500と600は同じという検証結果になりました。さてさて、私ですね、1日で全部やれると思ったんですけど、これなかなか厳しいですね。まあ、次回はまた別の項目検証してまいりたいと思います。皆さん、戦術がですね、5月6日まで。今日何日か知ってますか？5月5日子供の日。じゃあね、引いてまいりましょう。何がじゃあねなんだ。さあ、童心に帰ってですね、ペケ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 いきましょう。おっと、赤だ赤だ赤だよこれ。いや、そこのゾーン早く行って。10だから、10枚だから、いいからいいから。あー、6? 7? あー、8? あれ?何が赤だったのね。何から伝えればいいのか、わからないまま、時は流れて、流れちゃ困るんだよ。あと12回。大当たり確率アップまであと2回。結構皆さんね、見てないと思いますけど、まあ、勝手に決めつけてるけど、確率アップの時はね、どんぐらい上がるかっていうと、3、4倍上がっちゃってるわけですよ。だ2回目注目しましょう。最初からじゃあね、さっきも注目すればいいじゃんね。じゃあ行きます。2回目に注目だ。回して回して。まず、どこから行く？どこから行く？あ、そこかい。あ、もう2回目でそれちゃうもん。どこが確率アップしてんだよ。あ、でもこれ違うもんな。これだってやり方がほら、こっち、おお、なんで浮き2枚も引くんだよ。なんでねえ、どうやって使ったらいいんだろう、浮金って。僕わかんないんだ、浮金のことは。そっか、これだんだんずれていく方式だから、2回目とは限らないんだ。なるほど。でもですね、残りが2回だから、この場合はもう2回目ずるんとくるんじゃないかな。見てみましょう。来い。2回目ずるんとくるか。おっと、紫だ。これはズルンと滑る確率。おっと、来た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 。そこか、そこ止まりか。なかなか浮金ゾーン超えるのね。浮金ゾーンでか、浮金の門を超えるのが難しい。まあ浮金の門超えて、ここら辺も超えてほしいんだけど、これ長領の門まで超えてほしいな。これ第三の門まで炎章からだな、当たりは。だから実質この左の4人だけで当たりは。あ、リプレイ引いたからまだ1回ありますね。あとね、これあるでしょ、あれが、交換所が。ここは戦術札にまた変えちゃいましょう。もうこういうことばっかりやるからいけないんだよな。一攫千金だ。9枚。今度こそいきますよ。確率アップまだ足りない。足りないか。あと10回か。買おう。お帰りなさいませ、ご主人様。なんちゃって。よし、一個戦術札を買いまして、やりましょう。いくぞ。10回。確率アップがあるから私は引ける。トータクを、序章、あ、序章はねえわ、序行、そして炎章。今6回目、7回目。お、来てる来てる来てる。超えろ超えろ超えろ。くそー、聴覚50の門を突破できなかった。くー、
ということで今回も最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録高評価いただけますと大変励みになります。よろしくどうぞお願いいたします。